メタ法価値論は正義論を含む放課値論の一部にやどのような行為やルールが正しいかを論じるのではなく、ある行為やルールの正しさを判定するための基準そのものを論じる。分析的放課値論とも言う。これに対して、ある正しさの基準に照らして、どのような行為やルールが正しいかを論じる分野を基本的放課値論という。一体正しさを判定する。 客観的基準は存在し得るものなのかどうか、もし存在するのであればそれはいかなるものなのか。メタ法価値論にとどまらず、倫理学一般においては、客観的価値の尊否をめぐる諸説について、以下に例示するように、様々な類型化が試みられてきている。ここでは、壁界順一による分類に従い、自然主義、直感主義、情緒主義という類型化を掲げておくことにしたい。 まず、客観的価値は存在する。従って、ある価値判断の真偽は、原理的に認識可能であると考える。この点で、客観説もしくは、認識説と立場を同じくする。そして、それにとどまらず、価値判断に関する命題は、経験的事実に関する命題に還元可能であると考える。この点で、還元説もしくは一元論ということができる。古来、 恋や正義について語ってきた多くの思想家が経験的事実への言及を積み重ねることで倫理的価値判断の審議を結論づけてきた。その意味で彼らの立場は自然主義であったと考えることができる。その主な例は功理主義であり進化主義である。しかし20世紀初頭にジー・ムーアが自然主義的語尾の問題を提起して以降、 経験的事実のみから価値判断を導くことには疑問が投げかけられている。自然主義と同様に客観的価値は存在するし認識可能であると考える。ただ価値判断に関する命題が経験的事実に関する命題に還元可能であるとは考えない。むしろ客観的価値は直感によってのみ認識可能とする。この立場には プラトン以来の伝統があり、GEMU はも直感主義の立場に立つ。客観的価値の損敏のよりどころを自明性に求めることから、本来は主観的な見解が客観的と称される危険を内包するなど、実際上の問題が指摘されている。ありがとうございます。